ございます。やっほー。すいません、なんかもう早く起きすぎて今日めっちゃ寝起き？寝起きいいです。なんだろう、部屋が明るいからかな。部屋が明るいからか寝起きいいわ。一回ね、私なんか今日めっちゃよく寝れんくて、頑張って寝たんですけど、多分3時ぐらい、2時か3時ぐらいに寝れて、で4時ぐらいに一回起きたけど、まだやばって思ってでもう一回起きたら5時で、まあいっかと思って起きました。でも全然パッチリ、全然眠くないのでどうしようかなと。でも今日みっちり、まあ移動も多いけどみっちりあるから、今日ねまあなんか日光とか浴びたりして、私日光弱いんで、それで体を疲れさせて今日は寝れたらいいなと思います。移動中寝るのかな私ね、眠くないからな、分からん。朝は眠くなるかなと思ったけど、なんか今眠くないわ。今日は暑い、今日も暑い、よし明日からなんかね、真夏日ってさっきニュース見た。つまり画質いい、これね、あれなんよ、自分の携帯、あのいつも使っとるやつ、もう配信用のやつは置いてきた。ちょっと荷物なるかなと思って、そんなに配信できないんですよね。やけんなんかあれ出たら読もうと思います、ランキング。そう、手持ちです今。私喋るたびにちょっと揺れるちょっと寒くて、さっきフルーツ食べてたら寒くなって今布団の中入ってる。早起きだよ。そう、15分のテロップ出たら読もうと。あと10分ね。ありがとう。
夜できないですね。きっとできない。巻いたら、まあ、どうかわかんないけど、うん。枕代わりのペーパー気になります。これペーパーじゃないです、これフードです。え、ペーパー、これフードだ、フードなんですけど。じわりじわりじわり、ね、ありがとうございます。朝から、あとで思い出して笑うやつや。ショールーム見たけど早く起きた、ありがとう。こんな早くね、まあどうなんだろう、早いのかな。よかった。昨日なんか氷が降ったとこもあるみたいですね。びっくりした。頑張れ。そう、ヒョウはびっくりした。今日めっちゃいい天気。いいですね、すごい明るい。だけん、なんだっけな、5時に起きたらもうこの明るさだったからさ、早ってなった。明日は真夏日。明日と明後日か。そう、日の光で起きるってなんかいいですね。パッて起きれる気がする。ね、小鳥なんか今スズメが鳴いてたような気がする。いいですね。朝ごはん何買おうかな。ま
いますね。まあさっきフルーツ食べたんだけどね、だからそんなにお腹空いてない。そうなのよ。へいへい。よいしょ。小指が曲がっちゃった。携帯あるある、小指が曲がる。持ち方の癖で。確かに。よよよよよ。左手に変更。目覚め良きですな。確かに目の色が。変わった、なんか変わったけどどうだろうか。コンタクトしてる。あれ、男女が早く変わった時か。確かに読んでたタイプで。そうそうなのです。34人読むからね私。じゃあ見ます。ボンちゃん、バリーさん、ヨシワンさん、ミッドナイトシュガーさん、広島コーパセリさん、 F 渋谷さん、マイセンさん、マツさん、セイアンさん、コッペさん、フジポンさん、ゼイちゃん、タテ様、メガバイトちゃん、ワッキーさん、アオちゃん、マサさん、桃丸くん、エビスさん、オーサムさん、コロスケさん、ケンタロウちゃん、アルマ、サトリアさん、犬ちゃん、猫のおかずさん、
井上義弘さん、タカさん、りょうさん、コナタンさん、マー君、マピさん、渡辺さん、ビータさん、チンチラさん、ありがとうございます。おお、本当だ、ちょうど出ました。ありがとうございました。皆さんも頑張ってください。ありがとう。じゃあねー、バイバイ。バイバイ。